シーティスは、イギリス海軍の T 級潜水艦の一隻本艦は二つの艦名で収益した。最初のシーティスとして1939年3月4日に、養生試験を開始し、試験期間中の6月1日に沈没して99名の犠牲者を出した。その後引き上げられ修復されると、サンダーボルトとして収益し、1943年3月14日に、全、 乗り組委員と共に失われるまで、大西洋と地中海戦域で任務に就いた。シーティスは、その収益期間中に二度にわたり乗り組委員と共に、失われるという事態に見舞われた、ケウナ軍艦の一席である。シーティスは、イングランド、バーケンヘッドにあるキャメルレアード造船所で建造され、1938年6月29日に浸水した。完成後の試験は、 監首船打の不具合により遅れたが、ようやくガイボラス小査式の下で、リバプール湾で開始された。シーティスは、最終の選考試験を実施するためにタグボートのグリーブコックを伴って、リバプール湾に向けて、バーケンヘッドを執行した。通常の乗組員は59名であったが、キャメルレアード造船者の技師と、その他の海軍関係者を含めて、総員103名が乗船していた。 最初の先行が1939年6月1日14時時に、試みられが、先行するには軽すぎることから、艦内の様々なタンク内の水量が調べられた。調査されたものの一つが、魚雷発射管内に注水されているかどうかということで、あった。魚雷担当士官のフレデリック・ウッズ大員は、発射管のテスト弁を開いてみた。不運なことに、第5魚雷発射管のテスト弁は、 エナメル塗料で塞がっていたために発射管、前方扉が開いているにもかかわらず水は漏れてこなかった。テスト弁を貫通させるための水が備わってはいたが、これは使用されなかった。このことと発射管扉開閉指示器の間違いや水、配置から縦に1番、2番、3番、4番、6番の5つと、その下に5番発射管の指示表示板が並び、各指示表示板上では、 第5発射艦の開閉指示表示は、その他の発射艦のものとは異なる表示位置であったが、発射艦後方扉を開かせることにつながった。流れ込む激流により艦首は、水深150フィートの海底に沈んだ。急難部位が放たれ、発煙筒が焚かれた。16時時にグリーブコックがシーティスの異常に気づき、ゴスポートのドルフィン潜水艦基地へ無線で報じると、 即座に捜索が開始された。完備は海面に出ていたが、定員過剰、館内の気圧増加と救出活動開始までの20時間の遅れによる二酸化炭素中毒によりその他の搭乗者が犠牲になる前に脱出できたのは、わずか4名の乗組員のみであった。この事故で、通常の乗組員53名に加え、キャメルレアード造船所の26名、その他の海軍将校9名、 ビッカース・アームストロング社の社員4名、業者2名の合計99名の生命が失われた。創作活動のために派遣されてきた駆逐艦ブレイズンは時間の存在を知らせるために小型の爆雷を海中に投下しており、乗組員たちはブレイズンがシーティスを発見するまで艦からの脱出を待機していた。 この事故により造船所に対して弁を塞いでいた付着物を取り除かなかったという過失を主張する一人のカフからの訴訟が提起された。このカフにとっては不幸なことに海軍当局は国王の特権を発動することに成功し公益を侵害するという理由に基づいてその他諸々と共にシーティスの船体及び機器類に関する契約を 裁判所の証拠物件として改陳することを封じた。この裁判は担当裁判官が何の精査もなく額面通りに海軍当局の主張を受け入れて後に判決が終ったという点で英国法の中でも興味深い案件の一つである。沈没した艦の引き上げ作業はリバプールグラスゴーサルベージ協会に委任され引き上げ作業が完了した時にシーティスから外された船証が 海軍当局から同協会へ贈呈された。贈呈された船賞は現在マージー海洋博物館に展示されている。引き上げ作業中に発生したさらなる悲劇はダイバーのヘンリー・オット・パーディル軍層が1939年8月23日にベンドが原因で死亡したことであった。9月3日の日曜日にシーティスはアングルシートのレッドワーフワに一旦意図的に 座礁させられた。それは、海戦が布告された日であった。引き上げ班によりまだ収容されていなかった遺体は、この時に運び出され、最高儀礼の海軍層を持って葬られた。潜水艦乗陸組員以上の損失は、犠牲者の中に2名の海軍造船技師と、キャメルレアード造船所の潜水艦班の数名が、含まれていたことであった。 経験豊富な潜水艦の設計技師と造船技師は、戦争期間中に必要とされる人材になるはずあった。シーティスの悲劇は、そのちょうど一週間前に、ニューハンプシャー州の海岸沖で沈んだ米、海軍潜水艦スコーラスからの救出作業の成功とは、対照的な出来事であった。ザクリー・オブ・サンダー・ボルト・アンド・ゼアー、ジョリー・ロジャー、フラック・アフター。 エパトロール・イン・ザ・メリテレニアンこの艦は、無事に引き上げ、修復されて1940年に、リチャード・クラウチ少佐指揮の下で、サンダーボルトとして収益した。続く18ヶ月間に、大西洋戦域で任務につき、ビスケ湾の紹介任務中の1940年12月15日に、イタリアの潜水艦タランティーヌを、捕捉、撃沈した。1942年の秋に、 姉妹艦のトルーパーと HMSP311 と共にサンダーボルトは入港中の数軸国軍船舶に対する作戦のために2隻のチャリオットとその搭乗員を運搬できるように改装され、この3艦は1942年12月に地中海戦域に配置転換された。これらの艦の最初の任務は1942年12月に実施されたプリンシパル作戦であり、 三隻の潜水艦は地中海周辺の目標に攻撃を仕掛けた。サンダーボルトの攻撃目標は、かりゃりに入港中の船舶であったが作戦は成功せず P311 が攻撃目標のラマ・マッタレーナで失われた。1943年1月に実施されたパレルモ港への攻撃はある程度の成功を収めた。1月2日から3日にかけて、 友人魚雷が港に侵入し、停泊中の船舶に爆薬を仕掛けた。巡洋艦、ウルピオ・トライアーノと、商船、ビミナーレが沈没した。1月18日には、トリポリ港で、さらなる作戦が実施されたが、これは、数軸国軍が、英大八軍により占拠される寸前のトリポリ港を無効化するために使用した、閉塞船により阻まれた。サンダーボルトは、 1943年3月14日にシチリア沖でイタリアの駆逐艦地ニ野により捕捉され爆雷攻撃により撃沈された。前乗組員が犠牲となりサンダーボルトは水深1350メートルの海底へ沈んだ。英国とオーストラリアの潜水艦はこれ以降に事故の結果を受けて導入された改善点の一つであるシーティスクリップを装備した。 これは、魚雷発射管前方扉が開いて、海に貫通している場合には、後方扉を、ごくわずかしか開けないように制限する掛け金である。水の流入がなければ掛け金は解放され、後方扉を全開にすることができるようになっている。1997年に BBC ラジオ4が、シーティスの悲劇を、リバプールの作家フレッド・ローレス作の、クローズイナ・フツー・タッチと題された。 ラジオドラマとして放送した。このドラマは BBC ラジオマージーサイドと BBC ワールドサービスでも放送された。1999年にはマークギーとデビッド・ロバーツ共作の HMS ティータスと題された演劇がリバプールブルーコート会館とバーケンヘッドパシフィックロード劇場で上演された。この劇には ジョン・マクアードルとキャメル・レアドゾード造船所の初年度実習生の新人社員が出演した。シーティス喪失の原因は、1968年の映画、北極の基地、先行大作戦でも描かれ、この劇中では、パトリック・マクグーハン演じる人物が、巨雷発射管の前方扉が開いている状態で、後方扉を開かせるようにテスト弁を塞ぐことで、 潜水艦に対し破壊活動を行う手法を述べている。映画の中では、アーネスト・ボーグナイン演じる人物がシーティス・クリップを装備していない、米国の潜水艦のテスト弁をエポキシ樹脂で塞ぎ、潜水艦は危うく沈没する事態に陥る。1994年にシーティスの事故を題材とした、英国の作家アレクザンダー・フラートンチョの小説。 潜水艦未まだ祈祷せずが発刊された。この小説では、艦船名や登場人物は架空のものであるが、事故の過程は、事故後に行われた、サモン法廷の裁判記録に沿って描かれている。ありがとうございます。